この丸めタピオカガエルの名前は、いるよこの中に。あなたもカエルです。世界カエル指くわれ協会の虫です。こちらは南米に生息している水生のカエル、丸目タピオカガエルです。別名はバジェットガエルと呼ばれています。比較的大型のカエルで、僕の手のひらと比較するとこのね大きさが伝わりやすいかなと思います。カエルにしてはかなり大きい部類に入ると思います。前回の動画から一部ね飼育環境が若干変化していますが、まあ、このままね進めていきたいなと思います。もしかしたらですが、この丸めタピオカガエル、ようやく餌を食べたかもしれません。この水槽をこのカエル以外にもう一匹別の生き物が暮らしていたんですよね。それはドジョウです。餌用として一緒に暮らしていたんですが、辺りを見渡してもいないんですよね。僕も直接見たわけではないんですが、この水槽の左側に僕の作業スペースがあって、そこで作業をしている時に右側にある水槽の方からバチャンというね、普段聞かないような音がしたんですよね。でその時やっていた作業がね、少し手を離せない状況で、その座っている僕が作業している位置から水槽の方をねちょっと見るぐらいしかできなくて、まあ、その時はね何も変化はないなと思ったんですよね。で作業も落ち着いて、そのバチャンっていう音がしてからだいたい1時間ぐらい経過した後に、この水槽のね水替えをしようと思ってこの水槽の中を覗いた時に、あれ土壌いないなっていうのに気がつきました。あ、食べきた。あ、ほら食べてる食べてる。土壌がね、脱皮の皮食べてる。めちゃくちゃ食べてる。ありがたいね。もう友達ですよ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 。今ね水槽の水替えを行っているので、一時的にこのバジェットガエル、水上に出てきてもらっています。ちょうどいいタイミングなので皆さんにご報告をしたいなと思います。この子をお迎えした時の動画のコメント欄で、この子のね名前を募集をしました。名前の案ですね。もちろんいただいたコメントの中から一つ選ぶというわけではなくて、まあ、僕のねその名前の付け方の参考になったらいいなと思って、まあ、募集をねしたんですが、この度この子にね名前を付けましたので、皆さんに発表したいなと思います。この丸めタピオカガエルの名前は、握り拳です。握り拳です。僕の握ったこの拳より大きいというね意味を込めて握り拳と名付けました。まあ、この子女の子なんで、まあ拳ちゃんとかってね呼んでもらえたらなと思います。今気がついたんですけど、ここねお腹触るとねめちゃくちゃ細長い何かがね入ってるのが分かるんですよね。ここにいる、ここは違くて、ここ触るとねめちゃくちゃ硬くて、ここは硬い。で、この辺柔らかくて、なんかここにね、内臓に筒状の何かがね、入ってるのが確認できます。硬さがね、土壌なんだよな。いるよ、この中に。場面変わりまして、こちらはね、もともとバジェットガエルに与えるように買ってきた姉菌5匹ですね。バジェットガエルよりね水槽に慣れるのが早くて、バジェットガエルを突き出してしまったので、一時的にね僕の普通のペットの水槽にねしょうがなく入れてます。はい、これ僕が飼ってる、まあ、アフリカンシクリットの仲間ですね。フロントーサってやつなんですけど、まあ、この水槽でしょうがなくね一緒に飼ってます。まあ、若干うちのアフリカンシクリット、まあ、気性が荒い種類なので、若干この金魚をねいじめちゃったり捨てるんですけど、はい、まあ、じゃあ今日ちょっとね1匹この中からすくってバジェットガエルのね水槽に1匹入れようかなと思います。それではね金魚1匹捕まえましたので、水槽内にね投入します。一応まあ水温とか水質も、まあ、基本的に変化はないと思うので、今回水合わせはしないで入れちゃいます。多分大丈夫だと思います。
前にもねライブでカエル語講座やったんですけど、こっち見た、ほらやる気がある顔してますね。鳴き声がね、うまいオスっていうのはモテます。これ覚えて帰ってください。鳴き声がうまくないとモテません。ね、今これをこのねライブを見てるオスの皆さん、うまくね泣けないとモテません。まずね泣き方です。音で言うとなんだろうね、まあう、まあ、どちらかというとブに近いかな。ブブブブ、ほら今見ましたか、このヘテロブルアイの子、一瞬瞬きしました。近くに競合するオスがいるというのを認識した証です。今のはだ、僕は今カエルです。あなたもカエルです。でもあのね、下唇噛むまではいかないブーなんですよね。う、口の中で舌を使ってこもらせる。ブう、ううう、うべべべ、正しく発音すればあなたも今日からモテます。確実にモテます。うちにいる彼たち今すんごい静まり返ってます。っていうのもやべえオスがいるぞってもう本能で感じているんです。すごい静かです今。そう、練習できる方は今ここで、お母さんの前でもいいです、お父さんの前でもいいです、おじいちゃんおばあちゃんの前でもいいです。やってみてください。絶対にモテます。明日からモテます。ちょうど明日ね、月曜日ですよ皆さん。通学中、通勤中、やってください。ぜひイエアメガエルを飼われている方も近くでこの放送をね、配信を見てください。一緒にカエルとともに、そうすることで同じ時間帯にもう日本各地で一斉にカエルが鳴くということが起きます。マスターすればもう明日から皆さんもう大モテです。大モテのカエルです。それでは行きますよ。スマホの音量はマックスにしてください。パソコンの音量もねなるべく大きくしてください。テレビで見てる方も100にしてください、音をね。行きます。これで皆さんも明日から大モテのカエルです。ありがとうございました。終わります。